もはや神話に近い話です。カンカンダラ。数百年前、とある村に人を喰らう大蛇がいました。たびたび現れては村を荒らす。村人たちは長い間ずっと悩まされていました。ある時、噂を聞きつけた村人は、神の子として様々な力を受け継いでいる巫女の家に大蛇退治を依頼しました。村人たちが陰から見守る中、巫女は大蛇と懸命に戦いました。しかしです、前線をしたのもつかの間、巫女はわずかな隙をつかれ、大蛇に下半身を食われてしまったんです。瀕死の巫女はそれでも立ち向かいました。何か秘策があったんでしょう。ところが、戦況に絶望した村人たちは、巫女を生贄にする代わりに村の安全は保証してくれと大蛇に持ちかけたんです。大蛇はそれを承諾しました。強い力を持つ巫女がいなくなれば、もはや自身を脅かす存在はいない。瀕死の巫女は村人たちに拘束され、食べやすいようにと両腕を切断され、だるま状態のまま大蛇に食べられたんです。ひでえ話だ。そうして村人たちは平穏を終えました。ですが、実はこの大蛇退治にはある真実が隠されていたんです。巫女は策略にはめられたのです。最初からすべて大蛇を倒すために巫女の家の者が村ぐるみで思案した計画だったのです。え？自分の家族を売ったの？使命と神通力を受け継ぐ名家ゆえ、さまざまな確執があったのでしょう。その後、異変はすぐに起きました。大蛇が去り、平穏を得たはずの村で次々と人が死んだのです。ある者は村の中、山の中、森の中、たとえ火の中、水の中、草の中、森の中、土の中、雲の中、あの子のスカートの中、死んだ者たちは皆右腕左腕のどちらかがなくなっていました。そして巫女の家族6人を含む18人が死亡。生き残ったのは4人だけでした。この話がいつからどこで伝わっていたのか分かりません。ですが、私たちは大昔からそのカンカンダラを供養するため山奥に供養区域を設けています。それがそこか。えらいこれ。区域内には一つの箱があります。その中身はカンカンダラを祀る6本の棒。この形は巫女の姿を表しています。生き残った4人が怨念を鎮めるため、あらゆる事柄を調べて作られた独自の形式、カンカンダラの封印なのです。なるほどね。で、その封印をいじっちゃったわけ。ええ、状況から察するに、どっかのならず者がその箱をめちゃくちゃにした可能性があります。巫女の怨念を浴びてしまう行動は主に2つあります。一番危険な行為は巫女を表すあの形を変えてしまうこと。見てはならないのはその形が表している巫女の姿です。実は1年前、3人の少年がこの区域内に入り、
箱の中身をいじってしまったのです。その時は死人は出ませんでした。しかし実際は棒をいじれば終わりです。必然的に巫女の姿を見てしまいますので。どういうこと？話が矛盾してない？そこまでやって助かるなんて、あなたたちの言っていた話と違うけど。その少年たちは、巫女の姿は見たけど、カンカンダラノは見ていない。その時は、巫女として現れた。頭が痛くなってきた。つまり巫女とカンカンダラは表裏一体ってこと？おそらく、大蛇が巫女を食ったことにより同化したのでしょう。普段は巫女としての意志を持つが、ことと次第によっては邪神と化す。その姿たるや、想像以上にひどいものかと。大体の話は分かりました。でもさ、この状況も巫女のお遊びに見える？いえ、さすがに手遅れかと。まあそうだよな。お、はるちゃん。とりあえず一休みできたのかな。霧が濃くなってきたね。今日はもう無理だ。明日に全て終わらせる。いやー、おばあちゃん心配してるよな。もう何日も食べてないんだろ。まだ我慢できるか。私大丈夫だもん。ちょうどお前くらいの年頃だったよ。妹に似ている。そういうませたところとか変に強気なところとかがさ。妹がいるの？ああ、死んだけどな。まだ生意気盛りで可愛い年頃さ。お調子者でお手間だったあいつに俺はいつも振り回されていた。妹はちょっと普通とは違ってね、俺には見えないものが見えていた。何かの気配を感じ取ったり、感じの悪い場所を避けて通ったり、いわゆる霊媒体質ってやつだった。いつもは強気だったあいつも、こと心霊に関しては臆病でさ、何かあるたびに俺の元へ駆け寄ってきた。そして泣きそうな顔で抱きついてくるんだ。お兄ちゃん助けてってな。あいつが死んだのはそういう世界に触れすぎたからだ。俺は奴らを許すつもりはない。私あなたのことよくわかんない。でもお兄ちゃんって私にとって。分かったふうに言うな。言うと思ったよ、そんな陳腐なセリフをよ。たとえあいつが望んでなくともな、俺は納得できねえ。死ぬまで変わるつもりはねえ。わかるもん。私にもいたもん、お兄ちゃん。
金森さん。それでは行ってきます。どうかお願いします。明日の朝には本隊が到着します。それまでの辛抱ですので、どうかこのまま耐えてください。あの、はい。お話を耳にしました。この村に祀られたカンカンダラのこと。え、これ大蛇と巫女が交わった半信半疑の怪物なのでしょう。そんなものが関わっていては、あの子は生きているかどうか。私の勘ですが、おそらく生きています。ごめんなさい、思いっきりせっこんじゃいました。すみません、続きやっていきます。私の勘ですが、おそらく生きています。仮に犠牲になっているとしたら、村全体に何らかの反応があるはず。ほう。まだ希望を捨てないでください。それに私の考えじゃ、カンカンダラは本当に生きとんのかい。だとしたら人間やないで、どっちも化け物や。まあ、化け物っていうか、まあ巫女さんだからね、一応血筋的には。お、小暮さん。さあ、金森さんの考えによるカンカンダラっていうのは一体何なんだろうね。ちょっと気になるね。なんだ、何の音？あ、え、何？来やがったか。起きろ、奴らに囲まれてるぞ。元気、やっぱり元気。このままじゃ奴らの餌だな。いいか、俺が合図したら2階へ上がれ。それまで絶対に降り、それまで絶対に降りてくるな。上等なんだよ、クソ虫が。さあ行くぞ。行け。来る、来るのか。来るぞ。来た。うわ、そっちかい。うお、ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て、落ち着いて、落ち着いてください、落ち着いてください。お客様、お客様困ります。お客様、お客様困ります。落ち着いてください。お客様、お客様落ち着いてください。よし、オッケー。もうその3箇所から来るのは分かってる。オッケー。どうだ、そこか。オッケー、来た。いや待って、何それ、なんか落ちた、何かが落ちた。オッケー、これ何、これ何。あ、ただの単純にあれか。ちょっと待って、落ち着いて、落ち着いて。なんかおじいちゃん来た、おじいちゃん来たね。逆打っちゃった、待て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 、やべ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 、嘘。そんなバカな。よし、とりあえずあのおじいが来るまでは。やった、うわー、やっぱり来た、ヘビになってる。ちょっと待て待て待て、落ち着いて、落ち着いてください。お客様、お客様落ち着きましょう、一旦落ち着きましょう、一旦落ち着きましょう、一旦落ち着きましょう。距離取って、距離取って、距離、オッケー。次はどこだ、どこから来る。そこ、よし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 、
やった？やったの？やったのか？嘘、待って、2階か！嘘だろ！いや、怖いよ。待って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 ！連れて行かれた？どこ行った？どうすればいい？どうすればいい？どうすればいい？くっそ！どこ行った？はるちゃん！どこだ？おお！いやおい、4時44分44秒は演技悪すぎんだろ。え？どうなった？マイコ？あ、ねえお兄ちゃん、またお化けか？うん、こっちおいで。なんで？なんで私だけ見えるの？怖いよお兄ちゃん。兄ちゃんが守ってやるからな。本当に？ああ、お前を怖がらせるような悪いお化けは俺が全部やっつけてやる。これは、お兄ちゃん、助けて、お兄ちゃん。何日続いてんだよ。ねえ、起きてる？え、もう寝たの？勘弁してくれ。あのねお兄ちゃん、もう大丈夫だから。私怖くないから。おやすみ。いやだ、やめてくれ。マイコ、起きてるか？昨日は悪かったよ。疲れててな。マイ。嘘だろ。なあ。そういうことだったのか。不明の高熱ですって。かわいそうに。まだ若いのにね。もともと体が弱い子だったのよ。それなのにね。妹の面倒も見れないのかしら。冷たいわよね、ほんと。もう何もかも遅いわよ。あの子は帰ってこない。いや、何も知らん人にそこまでは言われたくないよな。俺がそばにいてやれば。俺はあいつを分かってやれなかった。俺が悪いんだよ。小暮くん。さあ、ついに金森さんと合流したぞ。
格好が、ああ、巫女姿になってる。噛んじゃった。噛んだ上でもう一回噛んじゃった。目が覚めた。久しぶりだね。数時間近く眠ってたよ。大丈夫？あんた、金森さんか。感謝してよね。あのまま放っておいたら、小暮くん、確実に死んでたよ。邪気の残り顔を追ってみたら、なんか知らないけど君がいるし、ほっとくこともできないし、もうどうしろし。わけえな。あのガキは、カジラハルカどこにいる？寝てる場合じゃない。あいつを探しに行かないと。やっぱり生きてるのね、あの子。それを聞いて安心した。あなたが保護してくれたんだ。そういう流れだな。思い出した。女の化け物に襲われて連れ去られたんだ。え？おそらく今回の会の元凶だ。不意をつかれて俺もやられた。待って。手当てしてあげる。その後は好きにしなさい。助かります。カンカンダラ。そう、この村を滑る怪異。それは巫女の怨念と大蛇が融合した限りなく邪神に近い存在。知ったことか。相手が何だろうが関係ない。加賀さんから聞いたよ、妹さんのこと。私はあなたに同情しない。あなたはそれだけのことをした。別に許されようなんざ思ってない。カッコつけるな、ガキのくせに。ああ、あなたはね、自分の運命を呪ってるだけ。自暴自棄になって投げやりになってるだけ。どう、図星でしょ。あれ、噛みついてこないの？小暮くんなんか性格変わった？ち、図星すぎてかな。身の程ってやつを知ってね。あまりに情けなくて、前のように生きるのもアホらしい。あら、自分が生きてたことを気づいたんですね。そう、私にはやるべきことがある。カンカンダラの邪気の流出、それを食い止めなければいけない。あなたにお願いがあるの。特務課の応援が来るまで、来るまでにカジロハルコを発見、保護してほしい。だからそう言ってるだろう。あんたも素直じゃないっすね。小暮くん、過去に縛られても何にもならない。今を生きて、今を見なければ未来を見失う。そうかい。金森さん、あんたのそういうところ昔から大嫌いでしたよ。やっぱりまだちょっと生きてるじゃねえか。本当は分かってたんだ。
ついに全部言い訳だったんだ。奴らを潰す理由なんて。怒りをぶつけるしかなかったんだ。自分を納得させるしかなかった。闇の世界に触れるうちに、俺にも妹が見ていたものが見えるようになってしまった。あいつはこんなにも恐ろしい世界にいたのか。俺はやるせなかったんだ。どうやら戻ってくれたようだな。でもお兄ちゃんって、私にとってお兄ちゃんってそんなんじゃなくて。うるせえ。よし、登る。行きましょう。わかるもん。私にもいたもん、お兄ちゃん。うるせえよ。なんでこんなところにいるんだ。怪異を滅するために村に来て、なんで俺は今あんなガキを。違う、そうじゃない。あいつが怖がってるんだ。だから全部やっつけないと。手追いぶっ倒しといて勝った気になってんじゃねえぞ、青二歳。一日だけ時間をやる。それまでに自分が何をすべきか考えろ。目覚めたか、バカ野郎。もうこれ以上みんなを悲しませないで。うるせえよ。来た。ここ、助けて。生きてたか。さあ、いろんな決意や意志を胸に行こう。第三章、カンカンダラ最終決戦。これいいのかな。ハルちゃん近づいて絶対なんかあるよね。待てろ、すぐに下ろす。気をつけて、近くに大きいお化けがいる。来た。うっ、出やがったか。カンカンダラ。
脅威度エース。行くぞ、ゴー、行きましょう。どっから来んの？なんか来た、待って、なんか来た、絶対倒す、待って、危ね、こういうことか。避けて撃つ。どっから来る？避けて撃つ。カンカンだかダラダラだかなんか知らんけど、なになにそれ、なにそれ、なにそれ、どこにいんの？そこか、横移動すんのね。こういうことね、こういうことね。よし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 、いいぞ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 。気持ち悪い、見た目が。姿全部は絶対見たくないな。待って、なんか良くないものが、良くないものが、痛い。待って待って待って、すごく危ない危ない。なんか見た、痛い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 。待って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 、落ち着いて落ち着いて、一回落ち着いて。いや、めっちゃ来るじゃん。どうすればいいのこれ、どこにいんの？痛い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 、ちょっと撃てない。なに、またこれか。待って、これマジでどうやって受けたらいいんだろう。そこか、次ここに来るんじゃない。来た、ちょっと一回ハード取らせてもらっていい？ありがとう。おお、なに、今か。よし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 、まずはるちゃんゲット。ぼさっとするな、早く走れ。いいの、俺も行っていいの？おお、はるちゃん、とりあえず逃げて。何？来た。そうか、こいつそうだったのか。見えたぞ、お前の正体。大蛇が姫を食ら、ああ、大蛇が巫女を食らったんじゃない、巫女が大蛇を食らったんだ。そしてお前の下半身は封印の形を表している、六本の棒。うわ、殺された村人たちの腕。くそ、化け物が。そういうことか。来た。いや、撃てへん撃てへん、それは撃てへんよ。うわー、来ると思ってて、分かってて待ってたのに、それやられると困るよ。嘘、今どうやられたかもわからんかった。途中からコンティニューしよう。よし、こっからね。どう組んで、それどう倒せばいいの。ここ通るから撃つ、撃ててないな多分それ。とりあえず動き回ろう。なるほど、攻撃もしてくるわけね。多分これここの上から下に行くからこう撃つと。なるほど、 OK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 。 で、攻撃も来るから避けつつ撃つ、 OK。 で、ここも攻撃来るから多分避けつつ撃てなかった、今撃てなかったね。そして攻撃も来る、で、今度ここ来ると思うからここを撃つ。あー、当たってないな。ここも来るね、来た、撃つ、当たっちゃったね。いや、攻撃避けながら行くの超むずいな。ちょっと待って、下手くそか、下手くそなんかい。いや、当たんねえな。通り抜けて撃つ撃つ、いや、当たってねえ。撃つ撃つ、オッケー。どうだ、やったか。いや、かっこいい、俺もそのアクションしたかった。終わりだ。手間取らせやがって。いいの？あ、戻っていいの？大丈夫？余裕だろ、こんなもん。あ、小暮さん！どうなった？はるちゃん、なんて顔してんすか。誰か呼んでくるから。嘘、
マイコ、俺は。夢でも見てるんかな。そんな、マイコちゃん助けてあげてよ。その後カンカンダラの仕込みつて村には はびこる霧はなくなった。ごめんなさい、ちょっと早くて読めなかったけど。その様子を受けた村人一行は行方不明の梶原春子の捜索に踏み込んだ。AM10時10分。あ、春ちゃん、よかった。梶原春子、家族と再会を果たす。よかった。小暮さんは？これだけの怪異事件であるにもかかわらず、死者が一人も出なかったのは、一人も出なかった。彼の活躍には他ならない。この事件にはまだ謎が残る。え、巫女を裏切ってまで大蛇の生贄に捧げた一族の本当の理由。確かに、それは人の断りを知らない邪神に術に長けた巫女を混ぜる、食わせることで一族の封印が通る存在にするためだったのではないだろうか。なるほど。しかし力が強かったのは巫女の方だ。最終的に一族は巫女の呪いを買って、あ、恨みを買ってしまい、呪いが降りかかってしまった。そしてあの女、葵勘定、そう呼ばれていたあの女こそ巫女の一族の末裔なのではないだろうか。なるほど。相談役の裏方としてこの現代においてもカンカンダラの封印を管理していたのではないだろうか。そういうことか。よくわかりました。まあ実物を見た小暮くんの方が案外真実を掴んでるのかもね。ひな、あいつは？わかんない。ただ彼は少し変わってた。正直犯罪者の小暮くんは許せませんが、彼の功績は素直に認めてあげましょう。今も生きているといいですね。中川さん、何かあったの？別の難件を抱えています。まだか。一体どうした？始まりますよ、最後の戦いが。第3章エンド。さあ、ついに第3章が終わった。さあ、おそらく今までの怪異症候群2と同じ要領でいけば、おそらく次第4章が最終章となるんじゃないでしょうか。そして今回怪異症候群3、おそらく本当の本当に怪異症候群シリーズ最後の最後、最終章ということで、この3の最終章がこのシリーズ自体の最終章になるんじゃないかと思います。いや、ドキドキするね、ワクワクしますね。といったところで今回はこの辺で区切ろうと思います。第3章だけでももう1時間、いや多分約1時間今日2時間弱撮ってるので、いや次回からじゃあやっていきましょうということで、いや面白かった。さあ次回最終章に突入していきたいと思います。面白かったら登録、コメント、評価とお願いします。また他の動画でお会いしましょう。
ぜひツイッターのフォローもお待ちしております。またね。